児童生徒など255人が下痢や嘔吐などの症状を訴えました。競泳のリオオリンピック日本代表池江璃花子選手は母校で行われた壮行会に出席。日本期待の15歳は応援してくれる方たちに恩返しができたのとオリンピックでの活躍を伝えました。2014年にライブ活動の期限休止を発表していたロックシンガーの小室恭介さん、昨日東京ドームで行われた最終公演をもって35年にわたるライブ活動に幕を下ろしました。これまでに入っているニュースをお伝えします。昨日は全国的に気温が高く真夏の暑さとなりました。東京や大阪では今年初めての真夏日となり、都内の中学校では生徒6人が熱中症で搬送されました。東京池袋のビアガーデンでは仕事終わりのサラリーマンが喉の渇きを潤していた。昼間超暑かったです。夏を前に盛り上がりを見せるビアガーデン、先週と比べて倍以上の集客だという。5月にもかかわらず真夏の暑さとなった日本列島、高気圧に覆われ全国929地点のうち214地点で30度以上の真夏日を記録した。西日本で最も暑くなったのは大分県日田市、午後3時半には34.1度。いや、めっちゃ暑かった。夏ですよ。刺さる。連日7月並みの暑さとなっている被災地熊本では、照りつける日差しの中、瓦礫の片付け作業が行われていた。ボランティアの人たちは塩分や水分を補給しながら活動しているという。自分の元気がないとですね、あの人の手伝いがないので、今ほど無理のないところで最高気温 30.9 度を記録し、赤のバンテリン。アメリカ側と日米地位協定を補う環境規則協定に合意した成果を説明するにとどめ、今後の本格的な改定には消極的な姿勢を示しました。その上で大切なことはしっかりと再発防止に全力を挙げていくことだと訴えました。一方、沖縄県政与党や経済界などで作る暑さで有名な発表しました。実現すれば農業関連の売上高が270億ドル規模に達する巨大企業が誕生します。プロ野球の北海道日本ハムファイターズが新球場を建設するため候補地の調査を進めていることが分かりました。札幌市が所有する札幌ドームからの移転を前提に、札幌市内や周辺の15カ所をリストアップしています。自前の球場を持つことで収益力を高める考えです。 EU からの離脱の是非を問う国民投票を1ヶ月後に控え、イギリス政府は離脱が決まれば直ちに景気後退に陥るという分析を発表しました。財務省によりますと、離脱すれば今後2年間の経済規模は 3.6% 縮小し、住宅価格も 10% 下落するということです。日本経済新聞社がアジアの主要都市に住む20歳代の男女を対象にした土地でも来てたの若者調査で、はい、インターネットの人が10歳以上に上る人が全体の人がほぼ半数に上ることが分かりました。スマートフォンの普及やネットへの腕時計などを押収し、犯行に至った経緯を調べています。以上、ニュースをお伝えしました。お知らせの後はフィナンシャルタイムズのニューヨーク支局から
ドイツのバイエルによるアメリカのモンサント買収の見通しについて解説します。日経 FT グループの盤石な国内情報、グローバルの金融経済情報サービスファクトセットが融合、世界200の国と地域300万社以上をカバー、ポートフォリオ運用、リサーチ業務、投資銀行業務や IR 経営企画などを支援します。クイックファクトセットワークステーションの豊富なグローバルデータがあなたの業務を強力に支援します。大きな人だな。大きな総理大臣に対し、再発防止のため抜本的な対策を講じるよう強く求めました。小長知事は今回の事件について絶対に許されない、公費粛清や徹底した再発防止などはここ数十年間何百回も欠かされたが現状は全く何も変わらないものと批判しました。それに対し安倍総理は今回の事件は許されるものではなく強い憤りを覚えると述べました。小長知事はまた日米両政府に再発防止のため実効性のある抜本的な対策を講じるよう強く求めました。米軍基地があるがゆえの犯罪である、大きな怒りと悲しみを発見しているということでした。小長知事は在日アメリカ軍関係者への捜査が制約を受ける日米地位協定の改定を改めて安倍総理に求めました。これに対し安倍総理は今週行われる日米首脳会談でオバマ大統領に国民の気持ちを踏まえて厳正な対処を求めていくと述べました。最悪で33万人の死者が出る南海トラフ巨大地震の震源想定域で泉という地震を引き起こす力が広い範囲で蓄積されていることが、市内のコレクターが集い自慢のお宝を披露します。誕生してからまだ10年目ですが10万人以上の見物客が訪れる人気スポットになります。地震の震源想定域内の15地点で海底の地盤の変動について観測し、その結果を発表しました。それによりますと、震源想定域の広い範囲で、泉という地震を引き起こす力が蓄積されていることが初めて分かりました。また、東海地震の震源域の南西側や、1940年代に発生した南海地震の震源域の沖合でも、泉が蓄積されていたということです。最悪で33万人の死者が出る南海トラフ巨大地震のような海溝型地震の場合、泉が多く蓄積されているほど大きな地震や津波を引き起こすとされ、この研究結果が発生メカニズムの解明に役立つのではと期待されています。この研究結果はイギリスの科学誌ネイチャー電子版に掲載されています。原因は学校給食と断定されました。福井県若狭町の小学生には謎の白い生物に遭遇、もっと間近で Case News。 Well, first up, Bayer launched a 日経のアップストーリーはバイエルがモンサント買収に620億ドルを提示したということです。現金の買収としては過去最高になる可能性があります。両社が統合すれば農薬種子で世界最大の企業が誕生します。様々な巨大合併でその業界は非常に変わっています。しかしモンサントはこの買収提案拒否すると予想されています。2番目にはオバマ大統領が対ベトナム武器輸出を全面解禁したというニュースです。これは中国の海洋進出に対抗する動きとみられています。オバマ大統領はハノイを訪問し武器輸出の全面解禁を発表しました。これは冷戦の名残であると大統領は語りました。そして両国の軍の協力関係を強化したいと語っています。これは両国が共に
北京を阻止しようとしていること、そして両国間の疑念を取り除く。